放送席に勝ちました星稜高校木原監督代行です。おめでとうございます。ありがとうございます。前半で3点のリード、試合を開始そして次は2年連続の決勝の舞台です。決勝に向けてお願いします。このチームスタイルで3年生の最後の試合なので、しっかりと準備して、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして杉原選手です。おめでとうございます。今日初スタメンでしっかりゴールを決めました。高橋さん、これは甘みだったんで、そしてスタンドのメンバー内の選手のタイムと話しましたが、結果はその通りでした。さあ次に向けてお願いします。決勝を勝って右に優勝します。ありがとうございました。ありがとうございます。そして太田敦選手です。おめでとうございます。太田選手は今日ゴールを挙げて、これで得点ランキング3点目トップタイになりました。さあそして次は昨日の初優勝を受けての決勝ですが、改めまして意気込みをお願いします。来年の去年の先輩ですが、準決勝第2試合、千葉県代表